中川美子は日本の女優。ライターとしては遅咲き会名義。コミュニティ団体、地咲き会を立ち上げるとともに、劇団、ザ、地咲き会の主催も務める。1989年1月10日、東京都で中川家に姉二人の三女として生まれる。高校卒業後は、7年間社会人生活を送るが、カナダへ留学。ここで英会話を身につける。 自分がどういう道に進むか考えてみると、子供の頃から女優になりたかったことと、今も女優になりたい気持ちが重なり、カナダ留学から帰った23歳から芸能事務所に所属し、女優として活動を始める。しかし、なかなか仕事が来ることなく、フリーランスに転身するも、やはり仕事がなく、衝撃浄化へ。活動初期は遅咲き街と、 中川美子の二つの名義で活動していたが、2015年9月より中川美子に名義を統一。衝撃上の舞台俳優を主に活動しているが、テレビ、映画に出演している。2017年10月に映画、靴屋と彼女のセオリーで第1回を置いた自主映画祭最優秀女優賞を受賞。2019年2月は、2019年12ヶ月。 連続コメディ舞台公演の他に、マグナと不思議の少女のオーディションに合格し、留学で身につけた英語で、前代史英語の舞台をやり遂げた。2020年は1年限定ユニット、ちさき会2020として、脚本演出に、水谷健吾、俳優陣に、大垣誠、太田淳平、菊滝孝、新規優奈氏、主催、俳優兼で、 中川美子のラインナップに客演を加えてので4、公演を計画し、稽古場と舞台も1年分を咲いていた。しかし、この年の春先に大流行した新型コロナウイルスの影響で、ちっさ会2020としての公演は、出出だしから中止となる。2016年10月13日に、合同会社ケセラセラを設立し、代表を務める。2019年に、ザ、 ちさき会を旗揚げし、ちさき会 T シャツ先行販売、テーマソングちさき会歌、フェスティバル。1月公演の美少女戦隊フラワーズの主題歌、美少女戦隊フラワーズの楽曲に参加し作し、作曲もこなした。12ヶ月間、コメディ作品を毎月1演目公演し、コンセプトに劇場を笑顔の集まるみんなの待ち合わせ場所にを掲げ、最終目標は、 チケットの取れない舞台に成長し、12月最終公演で、お笑いコンビ、キングコングの西野昭弘の絵本、煙突町のプペルを上演することとしてスタートした。2019年12ヶ月連続コメディ舞台公演を、ほぼ一人で立ち上げ、劇場、稽古場の確保、脚本家や演者の段取りまでをこなそうとしたが、1月2月公演と自身が、 演者もかねての一人でのプロデュースに早くも限界を感じる。しかし強力な女秘党制作につけ、以降は、客演も含め12月公演までを終える。地機会のイラストは、山白黄色がデザインし、地の信用にあるピエロに見えるキャラクターは2019年、2020年にも登場する。このキャラクターは2019年中盤に単独でデザインされ、名前は、 カイ君と名付けられた。2019年イラストの先の口辺にある花はガイラルディアで、花言葉は天真爛漫団結、協力、明るい人柄。中川美子のイメージとちさき会のイメージに合うということで、サポーターの提案で図案化された。2020年はちさき会2020として、固定メンバーに客演を迎えての4公演を計画し、 劇場も抑え年間のスケジュールを公表した。しかし、新型コロナウイルスによる影響で、5月7月公演を早い段階で中止とし、リモート演劇に切り替えた。遅さき会名義で、総合ニュースウェブサイト、RBB トゥデイの職レポライターとして2017年7月16日から2018年11月16日にかけて活動。2020年4月11日より、 ウェブアプリ、ノートでライターとしての活動再開、ありがとうございます。